総合区は、政令指定都市の市長の権限に属する事務のうち、市としてその区域内に関するものを処理させるため、行政区に変えて設ける地域を言う。総合区の制度は、2014年5月の地方自治法一部改正で導入され、2016年4月1日に施行された。総合区の設置は、市の条例を制定することで行われ、国の同意を必要としない。 また、総合区は、政令指定都市の一部の区域に設置することも、全域に設置することも、また設置しないことも、いずれも可能である。従来の政令指定都市の区長は、その政令指定都市の市長の補助機関である職員から、市長が命じるものであるのに対して、総合区の区長は、特別職の地方公務員で機会の同意を得て市長が、選任する。総合区長の任期は、 4年である。ただし市長は任期中においてもこれを会食することができる。総合区が新たに設置された場合、総合区長が選任されるまでの間、市長が総合区長の職務を行う。総合区長の会食の直接請求については、署名収集期間を2ヶ月とすると、副市長の会食の直接請求と同様の規定が適用される。 文章する事務については、市長の権限に属する事務のうち主に総合区の区域内に関するものほか、法令または条例により、総合区長が執行することとされた事務について、執行し、当該政令指定都市を代表する。文章する事務の範囲は、条例事項である。これらのうち、従来の政令指定都市区長と大きく違う特徴は、総合区の事務所または、 その出張所の職員の任免と総合区に関する歳入歳出予算の執行及び当該予算に関して市長に意見を述べることが総合区長に認められている点である。総合区には総合区長が執務する総合区の事務所が置かれるほか必要に応じて出張所を設置することができる。総合区の事務所の長は総合区長である。総合区の事務所の名称及び 所在地は総合区を設置する条例によって定めることとなる。地方自治法の法文には総合区の事務所とあり、事務所の名称について特段の制限を設けていない。例えば総合区事務所や総合区役所といった名称を定めることも、あるいは従来の区と同じ区役所の名称なども可能である。2020年現在総合区を設置している市はない。 ありがとうございます。